ってるぐらい、すげえ。うわぁ、こんな並ぶんだ。すごい。はい、おはようございます。カパパです。はい、目の前はですね、伊豆の大室山です。今日は大室山の山焼きをお届けします。うわぁ、すごいね。お願いします。はい、すいません。9時15分から火入れ。で、前山焼きは12時。うん、どうぞ。はい、どうぞ。楽しい。もう山どうでもいいよね。楽しい。楽しい。楽しいは正義よ。あら、このね、花火を合図に山焼きが始まります。富士山すごい。はい、はい、はい、どうぞ。はい、着いた。はい、大室山のね、火口の縁来ました。いや、富士山がすごいね。今日はね、すごいいい天気。はい、伊東ですね。向こうが熱海。向こうにね、真鶴半島が見えます。はい、はい、正面はね、伊豆の大島です。いやー、うわー、輝いてる。すごい。で、こちらがね、山焼きの会場。おお、焼いとる焼いとる。すごいね。うわ、向こう火バンバン出てる。すごいことになってるよ。煙。怒れる。すごい。煙よ。おお。燃えてるね。すごいすごい。あのね、燃えてるのね、こっから2メーターぐらいのところだけど。うわ、火の勢いが強いですね。はい、あのね、レストハウスの下のあたりもね、火が回ってきましたね。レストハウスの上、あの白いのある富士山です。すごいね、なんかあそこの人心配になっちゃうね、燃えて。はい、山肌はね、すごいね、これ風に煽られて、あっち側。うわ、煙。うわ、やばいやばい、こっち来た。そこら辺も。うわうわ
真っ黒になっちゃったよ。どうぞ。はい。さあ。さあ。はい、おかけください。はい。おお。これね、下りが怖いんだよここは。正直言って。止まっちゃったし。いやー、すごいね。前回来た時はね、曇ってて富士山よく見えなかったんだけど。バッチリ今回すごい、ね、おいや絶景です、うん、降りたらねなんかこう体冷えちゃったんであったかいもんでも食べてで午後の前山焼きね山を外からバーって焼いちゃうやつあれはだいたい12時過ぎだっていうんで、まあ、それまで少し休憩してます。前菜いやねさっきのあの大室山リフトの、まあ 食堂というかレストランというかいやーすっごい良かった、うん、前菜が出てきてでカレーうどんもね、まあ、キーマカレーみたいな感じのすごい美味しいのが出てきてとおまけにはあのデザートね抹茶とね和風のデザートでこれでね1400円かそこらですよあれはもうおすすめだよね大満足大満足だよね幸せだよね、うん、これで帰ってもいいと思っちゃうぐらいなんだけどほらもうすごいですね渋滞がこの時間からだと多分車止め終わるまでには山が焼けちゃうんじゃないかなこれ、ね、おお梅も綺麗ということでね、12時過ぎたあたりから多分全山焼き山全体焼くことになるんで、桜の里というところに今移動してます、そこからね楽しみたいと思います。はいここがね桜の里みんな待ってますね、はいここがね正面ですね桜の里すごいねここがいいね前景が入るということでございましてすごいね全山焼きもう一瞬にしてね終わってしまいました。あのかなりねこう距離離れてるわけなんだけど、ものすごくね全身がねものすごく熱くなっちゃいました。もう遠赤なんかねすごいっす。はいというわけでございまして、今回ね大室山の山焼きお届けしました。ご視聴ありがとうございました。カパパでした。